レバナスで自由を手に入れる。レバレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。えー、今日のテーマはこれということで、FIRE 後の株式暴落が来ても資産を安定させるために中古不動産で家賃収入を目指すと、良い物件の見つけ方ということでね、えー、いきたいと思います。 まあ私たちね、今資産形成中なので株式暴落が来たとしてもね、安いレバナスをたくさん仕入れれるということになっておりますので、今の段階で暴落が来ていただいても何も困らないんですけれど、 ファイヤーした後ですよね。毎月レバナンスからね、お給料もらっている時に株式暴落が来てしまって、毎月2%利確すると設定していたとしてもね、基準価格が下がってしまいますと、同じ2%利確ね、設定していたとしてもね、毎月50万入っていたのが暴落後、あれ、15万しかないということになってしまいますので、そうなってくると生活が不安定になると。これを安定させていくためには、株式以外で資産 資産を持っておかないとダメなんですね。なぜかというと。 レバナス買ってようが、SP500 買ってようが、全世界株式で買ってようが、USA360 買ってようが、株式暴落っていうのが起こった時は、そのほとんどの商品っていうのが同じように下落していきます。下落する下落率が違うだけで、軒並みね、暴落が来た時っていうのは株価がだだ下がりになってしまいますので、株の暴落が来てもね、全く影響を受けない資産っていうのを持っておかないとダメ。それは何かというと、日本の中古不動産 ということになってきますので、この、ねえー、日本の中古不動産、少しだけでいいんですよ。 レバナスと違ってめちゃめちゃ手間かかりますんで、えー、けれどね、持っていないと株の暴落が来た時に耐えれないと、えー、いうことがありますのでね、まあ少しだけ、目処としてはご自身の毎月の生活費、まあそれぐらいがね、家賃収入で賄っていけるぐらい、もしくは半分ぐらいね、えー、あれば、年金と不動産を足してね、えー、生活費を補うとかということもね、できていけると思いますので、えー、こちらの方を深掘りしていきたいと思います。それでは、スタートでーす。 はい。ということでね、私は今、楽天証券で毎月5万円ずつね、レバナスの方を積み立てております。これを10年間続けることによって、なんとレバナスは3671万6300円に成長してくれると。そして、このレバナスっていうのは、最大1ヶ月、 2.5%ずつね、利確していったとしても、減らない商品と言われておりますので、私はここをね、2%利確しようと思ってるんですよね。楽天証券さんですと、もう毎月2%利確っていう設定しますと、毎月ね、決まった日に2%ずつね、利確してくれるという素晴らしいサービスの方がありますので、それを設定しておけば、まるで、 会社から給料が振り込まれるように、毎月ね、私の通帳に入ってくるわけですよ。えもちろんね、約20%の税金プラス手数料を引かれた金額になるということでね、大体いい58万7千円ぐらいがね、毎月毎月ね、入ってくるという状態になるんですけれど、暴落が来た時にはね、この金額が減ってしまう。それは困ると。その暴落が来た時に耐えるためにどうしたらいいんだということで、まあ、普段からこのね、レバナス58万7千ある時から、8万7千円ぐらいは貯金しましょう。 そねとそして年金も貯金しておきましょうと、不動産の家賃収入も貯金しておきましょうと、えー、そして暴落が来た時にこの貯金から切り崩していきましょうという話をいつもしているんですけれど、このね年金というのは今皆さんかけられていると思いますし、貯金というのはファイア号からね励んでいっていただければいいと、そしてこの肝心な不動産というところをね取得ができるようになった時にしっかりと不動産を取得していこうということになってきます。えー、けれどねレバナス毎月5万円ずつやっててこの 不動産の資金はどうやって年出するんだということになってくるんですけれど、私の場合は今年と来年一般にサークを使いまして、速路の方を仕込んでおく。この今年と来年仕込んだ速路を8年間が地保してますと、おそらく送り人に達成すると。レバナスの方は10年で考えてます。そして速路の方は8年ということでタイムラグつけてるんですね。そして2年後の速路を利確した金額を使って、この不動産を 購入すするという手筈になってますえじゃあ8年後からね不動産の勉強をしていればいいのかというとえそれでは全く時間が足らないと今からねえしっかりと相場感っていうのを安くなっていかないといけないとえソクル買う時でもそうでしょソクルって 基準ね、いくら差し入れたらいいのかって、はじめ何も右も左も分からない状態、それが1ヶ月、2ヶ月、半年、1年ぐらいを見ることによってあ、ソクル今だったら安いなとか高いなっていうのが分かってくるわけで、不動産も同じことが言えます。ですので、不動産もね、今からトレーニングの方をしていて、実際にソクルでキャッシュが。 どんとね、手に入った時に、しっかりと不動産選びができるようにね、ましておかないといけないということになるわけですね。それではね、今日は不動産ジャパンっていうね、不動産サイトの方を使っていきながら、実際に検索の方をしていきたいと思います。 まずね、えー、Google で不動産ジャパンと入れていただきますと、このページが出てくると思いますので、えー、今回は一戸、えー、建てを探すというところでね、行、えー、きたいと思います、えー。なぜかというとね、まあ、あのアパートメントとかでもね、もちろんいいんですけれど、今から日本で少子化になっていきますので、アパートメントだとね、少し文化住宅とか、あとは高団、市営住宅、このあたりとね、バッティングしてきますのでね、バッティングしない、ね、競争に勝てるね、 物件っていうのを選んでおいた方がいいと思いますので、ここはね、えー、一戸建てを選んでいくと。そうしますとね、まあ、この日本全国津々浦々のね、情報がね、えー、出てきますので、ここからどこにしようかなと選ぶわけなんですけれど、このね、選び方、一戸建ての不動産を安くね、 手に入れようと思いますと、土地価格の安いところを選んでいくと、上物の値段なんていうのはたかが知れてるんですよね。中古不動産の場合、その値段のほとんどが土地ということになっておりますので、もちろん東京都なんていうのをね、選んでしまいますと、めちゃめちゃ土地代が高い。そして意外にも沖縄っていうのも面積が狭いので、めちゃめちゃね、土地の価格が高いということになってきますから、おのずと地方都市というのを選んでいかないといけない。 ただし、地方都市の中でもね、本当のど田なかを選んでしまいますと、そんなとこ誰か借りるんやとえいうことがありますので、どんなところの地方都市を選んだらいいのか、頭に入れていただきたいのがただ一つです。車で5分から10分圏内に、コンビニ、スーパー、マクドナルド、書店、ショッピング施設、パチンコ、 なあまあこれぐらいですかね。娯楽施設も集まってるね。地方都市なんですけれども、そういう施設がガンと集まってる地域っていうのがあるんですね。えー、そこを狙っていくということで、えー、今までずっと見てきた中で一番ね、まあお勧めできるっていう地域を。 今日は特別にね、公開していきたいかなと。それがどこかと言いますと、ディルデルディン、ディーンということでね、なんと新潟なんですね。ということで新潟をクリックします。えそうしますと、このね、エリアから探しますか、駅から探しますかとかっていうのが出てきますから、これね、エリアを検索するわけです。そしてね、新潟をね、これチョイスしていく中でもね、 一つ言えることがあるんです。このね、新潟をね、探していく中でもね、一つ言えることが、新潟の中でも新潟市内で探してくださいということでね、この長岡市とかね、この辺りね、物件数ね、多いところっていうのは新潟以外でもあるんですけれど、やはりね、あの、地方は本当にね、あの、 田舎の方になってしまいますと、えー、誰も借り手がいないということなのでね、えー、この新潟市全般をクリックしてください。えー、そして今回は一戸建てですから、この一戸建てをクリックすると、えー。そしてね、こっちをね、見ててもいいですね。えー 1戸建てで検索するよりも、まあ、土地を、ね、検索して、土地見てますと、上物ありって書いてあるところもあります。そういうのは、ね、安く手に入れることができるんですけれど、そういう物件でね、え必ずリフォームしていかないといけないと、えー、いうことになりますんで、ちょっと、ね、初めの間は敬遠しておいた方がいいかなということで、えー、まずはこの1戸建てというところ、ここで、ね、検索してみましょう。 で、こうなったらね、えー、もちろん、ここね、価格の安いところね、私たちはそんな高い物件買いませんから。ということで、これ見ます、えー。そうなってきますと、はい、一番お安いね、新潟の物件になりますと、なんと70万円というね、金額が出てきましたね。ちょっとこれ70万というのはね、えー、素敵な金額なので、見てみましょう。さあ、それではね、えー、この時点になった時にね、一番初めにね、 見ておかないといけないのが、土地がね、ちゃんと所有権になってるかどうかですよね、借地権になってるようですと話にならないということで、この物件ね、70万で売りに出てますけれど、所有権ということなので、土地付き一戸建てということになっております。 えー、そして、えーね、建築不明のため2005年10月はね、東方にある、まあ、要はもう古くてわからないということになっているわけですよね。はい。いつ経ったかわからない物件と、ちょっと見ますと、ああ、なるほどというふうに思います。えー、ただし、こうやってね、えー、見ていきますと、まあ、外外見ボロボロの割には中はね、まだね、えー、小増しなのかなということでね、はい、出てくるわけですよ。ああ、やっぱり70万っていうのは70万っていうね、物件だなと。 ということでね、間違ってもまあこんな物件を70万で購入しちゃダメですよということでね、まあこの物件はね、買わないというね、たとえ5万円でも買わないというね、物件になっております。その次見ますとね、こうやって150万とか198万とかっていうふうにね、値段が出てきます。意外とね、不動産っていうのが。 安く買えるんだなというのをね、まずは認識していただきたいということで。だいたいね、一つの不動産を取得していくのに、まあ、500万から700万ぐらいまでが天井と考えてください。それ以下でね、えー、仕入れていきましょうというのが、まあ、今回の趣旨になってます。じゃあね、まあ、こんなね、あの、田舎はね、正直ね、あの、土地付き一個建てでもね、駐車場が付いていないところなんていうのはね、いくらでも安くあるんでね。えー、けれど、田舎っていうのはね、都会の人がね、思ってるよりも、 車社会になってまして、やっぱりね、駐車場がついていないとしんどいということがありますんで、えー、そこでね、ここ、えー、駐車場ありのところをね、こう、ポスッとしていただいて、えー、もう一度検索をしていただくと。えー、そうしますと、まあ、こうやってね、駐車場ありの物件の方が出てくるということで、一番お安い物件が380万。 えー、そして490万、498万のね、えー、続いていくということになります。えー、では、この一番お安いね、380万円の物件をね、えー、ちょっと見ていきましょう。 はい、えー。ということでね、380万円の物件が出てきました。おこれは先ほどよりも外見がね、えー、悪くないということで、しっかりとね、この、えー、前にもね、車止めれると、おそらくね、この今立っている、えー、この柱ですよね、これを、 潰してしまえば、軽自動車だったら2台置けるんじゃないのかなということでね、ちょっとした手入れするだけでね、駐車場、軽自動車2台ぐらいだったらね、置けそうな感じですよね。これはいい感じと。えそして内装を見ていくわけですよね。えしっかりとね、畳とか。 ね、張り替えられてそうですよね、こちらの方も。そしてね、うん、襖の方もしっかりと張り直されているんで、これはね、あまり手間がかからない。購入してもね、手間がかからないというより、かなりリフォームされているね、物件に移ります。キッチンはフローリングになっておりますし、そしてね、バスタブの方もユニットではなさそうですけれども、しっかりとね、リフォームでき、もうこのままね、 賃貸に回すんだったら十分いい感じでね、フルリフォームされてるのかなという、えー、物件で、えー、洋室の部屋もあるということに、ね、なってますし、まあ、日当たりもね、良さそうだということで、えー、和室666、ね、6洋室ということになってますから。 えー、なかなかね、大家族の方でも、えー、これはね、はい、住んでいただけるんじゃないかというところで、まあ、この物件が、まあ、380万ということですよね。えー、そして、このね、あたりを見ていただきたいのが、まあ、一つポイントになってくるのが、えー、やっぱりはね、土地は所有権じゃないとダメというところと、そして、えー、ここですよね、これ。 設備のところで、まず都市ガスであること。で、上水道、下水道につながっているのが大きいですね。これが汲み取りとかですとね、もう今の世の中、ね、ボットン便所借りてくれる人というのはそうそういませんし、え逆にここが浄化層と書かれている方ですと、浄化層ってね、大体ね、大きさにもよるんですけれど、年間5万から7万円、メンテナンス費用というのがかかってくるんですよね。えということなので、それは大家さんの持ち出しになりますので、えそれはちょっとね、 困るなとけれど、ここはね下水にもすでに繋いでくれていると、えー、いうことがありますので、もうこれはね、えー、中古一戸建て不動産の中では、まあ、パーフェクトに近いね、えー、物件になってます。えー、ただ、じゃあ、ここね、実際お値段いくらぐらいね、はい、いただけるのかっていう部分が、まあ、しっかりと調べてないんで、不透明なんですけれど、まあざっくり5万円ぐらいはいただけるんじゃないかなということで考えますと、年間60万と。えー、そうしますと、 ね、380万の売り値ですからまあ実際にはそれに不動産売買手数料とか登記費用とか、えー、取得税とかっていうのがかかってくるんで380万円では買えないんですけれどもうここはその計算入れるとややこしくなるんでえー6割るね380ということで、えー、6年ちょいね6年と数ヶ月間ぐらいね、えー、元を取り戻すのにかかってしまうということになりますんで、えー、この物件このね380万円の物件ですとま まだちょっとと高いいかなという気がします、えー、差し値を入れて300万できれば250万円で売買が成立するんだったらこの物件買ってもいいのかなというふうに今考えていくわけですねでまあ、今日は、えー、まずはね不動産サイトの見つけ方ということでやってますんでまあ、細かい指し根を入れるねポイントとか指、えー、し根を入れて 値段を落としてもらうね、やり方とかっていうのは、ま,あ、また別動画でね、えー、ゆっくりと見させていただきます。えー、これがね、ま,あ、まずは380万っていうのが一、えー、つ出てきたわけですよね。えー、けれど、田舎っていうのはね、駐車場がね、多ければ多いほどね、えーまあ、田舎じゃなくてもね、駐車場っていうのは多ければ多いほど喜ばれますし、家賃も高く取れるということになりますんで、ちょっと不動産取得価格は上がりますけれど、 えこのね、えー、駐車場3台以上っていうところでね、えー、見てみましょう。さあ、そうしますとね、えー、駐車場が3台以上を置ける物件でもね、一番安いのが480万、えー、その月が490万、えー、600万というふうにね、意外と出てくるでしょうということで、特にこのね、600万の物件なんてね、なかなか良さそうじゃないですかと、えー、いうことがあります。まあ、ちょっとこの上安い490万の方見てみますか。 はい、えー。ということでね、えー、ここを見ていきたいんですけれども。 まあもう内装の写真っていうのをね、徹底的にね、えー、見ておくべきですよね。間取りはかなり大きいですし、トイレも2つあるんでね、はい、大家族向けでちょうどいいのかなという感じで、まあ、こうやって外見見ますとね、あやっぱり480万だなという気はしますよね。えー、ですけれど問題はね、内装どれぐらいね、手を入れていかないのといけないのかというところで、しっかりと見ていくと。えー、ただ、お風呂場はね、しっかりとリフォームされてるっぽいんで、これ、ラッキーですね。 はい、そしてまあ駐車場3台以上止めれるということで止めれそうですね。まあ、外見はかなりボ、ね、ロいかなという気はしますけれど、まあ、このあたりは、ね、値段相応かなと。で、ポイントが、ね、トイレの方もしっかりと、ね、様式にもなってますしね、うん、問題ないかなというところですよね。で、まあこうね、下見ていきますと。 まあ、しっかりとね、土地も所有権になってます。で、今、現状ね、はい、今、まだ住んでるんですよね。住んではるんで、ああ、なるほどと、えー。ということはね、うん、ちょっと、この物件っていうのはリフォーム費用がかかるなというふうに、ね、考えた方がいいですね。あの、タンスとかどかしたらね、畳が色違ってるとか、えー、壁がね、色違ってるとか。 まあ、いろいろありますから。で、ここでね、設備の方を見ますと、都市ガス、これ OK ですね。浄水度 OK です。あやゃ浄化層ということでね、これ浄化層になってしまいますと、年間のランニングコストが増えてきますので、ああ、私はもうこの時点で、このね、物件はないなということでね、えー、ボツとなるわけです。 えー、駐車場3台はちょっとね、ハードルが高かったんで、じゃあ駐車場2台にしようということでね、駐車場2台にしますと、えー、駐車場2台の方が高いんですね。600万ということになってますんで、えー、こちらの物件見てみたいと思います。 こちらですね。えー、き上質仮想かどうか確かめましょうかということでね。えー、土地は所有権になってます。はい。そして、えー、駐車場2台とね。ああ、いけますね。えー、下水道にしっかりとなっていると。このね、下水道がどうかっていうのがね、すごく注目のポイントと。えー、中身はね、どんなもんでしょうか。ちょっと写真が小さそうですけれど。えー、ああ、まあまあ、いい感じですか。これ、うまくね、うん。 うまくこれ、庭を。 あの駐車場にすれば駐車場、ね、3台も可能になってくると、えー、庭を取るか、それとも、ね、駐車場もう1台、ね、増設するのを取るかというところがありますけれど、まあ、多分ね15、6万かければ、ね、駐車場もう1台作くんで、えー、この、ね、物件600万の物件ですと駐車場3台の物件になると、これぐらいになりますとお家賃もまあ5万から8万ぐらいの間取れていくということになりますので、ね、なかなかいいかなということで、えーまあ、不動産ジャパンの方を使っていただいてね。 自分のこの、ねえー、エリアがいいと思われるエリアを、まあ、重点的に毎,毎回毎回、ねえー、考えていただくの今日ご紹介させていただいた中では一番初めの,の380万の物件あれが300万ぐらいになるんだったら最高ですよねで私がまあ他の地域で狙ってるところでもねやっぱりフルリフォームされていてで駐車場が1台ついて250万円ぐらいというのが今まで見た中で。 一番お安い値段になっていたということがありますので、不動産というのはね、レバナスとかソクルとかと違って、ずーっとね、売られてるわけではないんですね。お値打ちの物件がたまに出る。もしくはね、初めはね、値段ね、500万とか600万って書いていたとしても、いや、高いですよと、300万にしてくださいって言ったら、600万が300万になったりとかするのが不動産投資の魅力というところになってきますんで、えー、安い、ね、自分が探している地域で安い物件がないっていうのではなくて、しっかりとキャッシュ キャッシュができてからね、キャッシュができてから、差し値交渉をしていく、値段を落としてもらうディスカウント交渉をしていくということで、どん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 不動産っていうね、値段は下がっていきますので、まあ、そのあたりもね、また違う動画の方でね、ご紹介していきたい。まあ、実際に私がソクルでキャッシュ作ったときにはね、不動産、どんどん購入していきますんで、そのときにはねこ、このね、不動産、ここがポイントで購入しましたとかっていうね、動画の方も出させていただきたいと思います。 ということなのでね、FIRE 後の暴落が来ても資産を安定させるための中古不動産、こちらのね見つけ方、そしてね中古不動産、1戸建てっていうのはね、いくらぐらいあるんだろう、何千万もするのかなって思われていた方、数百万から始められるっていうのは、すごくね、とっつきやすいと思いませんかということで、そしてその数百万、どうやって作るんだっていう。 作り方はソクルの方を使っていく。こちらの方もね、しっかりと、えー、まあ、毎日動画の方で配信させていただいておりますのでね、全部連動しておりますのでね、まあ、このあたりの連動していっている資産形成の流れという中の、まあ、不動産投資というのをね、まあ、ご興味持たれていただいてもいいんじゃないかということで。さあ、今日もね、22時からライブ放送の方をかけていきたいと思います。えー、今日のこの動画を見て何かご不明な点とかがありましたらね、ライブ放送でガンガンとコメント ください。株式のことだけじゃなくて不動産のことでも大丈夫です。ちなみに私は株式よりも不動産の方が得意です。ということでね、ライブ放送のご参加お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。